はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にアロマブリこのコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。で、香りがですね、まあ、確かに素敵な香りでした。で、ここに入れたてのような香り広がるって書いてあるんですが、私はコーヒーを入れたこともなければ、コーヒー豆からこうなんていうんですかね、コーヒー豆を引いたこともないので、こういうペットボトルのコーヒーかスティックコーヒーかドリップコーヒーぐらいしか飲んだことがないもんですから、まあ入れたてなのかどうかちょっとよくわからないんですけれども、まあいずれにしてもですね、非常にこう素敵な香りでした。高級感のある上品な香りでございました。で、味はですね、まあ一般的なブラックコーヒーかなと思います。ブラックコーヒーだとやっぱり苦味とか渋みがある程度あるので、まあそれが生卵の生臭さを消してくれています。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあいつかはですね、今はコンビニとかで売られているジュースとかコーヒーを生卵に混ぜて飲んでおりますけれども、例えばコーヒーミルとかを買ってですね、コーヒーをこう豆から入れてみたりとか、あるいはまあミキサー持ってるんですけど、ミキサーでこう果物とかをね、ミキサーでぐちゃぐちゃにして、それをミックスジュースを作ってですね、果物ので、そのジュースをまあ生卵に混ぜてみたりとか、将来はですね、本当いろんなことがやってみたいなと思ってます。今はちょっとね、時間もお金も全然ないもんですから、今日もお金がなくて食レポできなかったんですけれども、おばあちゃんに送ってもらったお菓子を食べて食いつないでるんですがまあ将来はね、まあいろんなことをチャレンジしてみたいなと思うんです。まあアイデアだけはいっぱい出てくるので、でもアイデアを実現するお金がないんですよね。あんまり、まあ時間の使い方が僕は下手くそなんでしょうけど、時間もあんまりなくて、ショートスリーパーの人って羨ましいですよね。世の中には睡眠時間5時間で十分って人もいれば、私のように逆に最低8時間でないと元気が出ないっていう人種もいるんですよ。で、私はもう7時間とかだと、もうただでさえあんまり良くない頭がですね、あんまり回らなくなるもんですから、8時間しっかり寝ないと使い物にならないんですね。でもそれって実質的にショートスリーパーの人の方が3時間人生が長いってことですよね。1年間で1000時間ですか。で、80年で8万時間ってことですよね。いや、羨ましいですね。だから、まあ1秒息災っていう言葉がありますけれども、まあロングスリーパーっていうのは、まあ病気じゃないのかもしれないが、まあ一つのこうハンディキャップではあると思うんですよ。まあ1秒息災だと思って、まあ時間の使い方を見直してね、まあ効率的に、合理的に、まあ生きていこうかなと思っております。まあまさにタイパーってやつですよね。タイパーとかコスパだけを考えたら、セレンディピティに遭遇できなくなってしまうので、ランダム性はある程度取り入れた方がいいと思うんですけど、まあ基本的にはコスパ、タイパー、まあ時間の使い方を丁寧に、適切に使ってですね、YouTube 活動やっていこうと思っております。はい、ということで現場から以上です。